ラジカルは2005年10月3日から2006年3月30日まで日本テレビで放送された公開性放送された情報バラエティ番組であるタイトルの由来はラジオでカルチャー潮止めスタイルクリックに続く後番組地上デジタルハイビジョン放送放送時間は15時55分から17時25分その後 SB 枠なしで NNN ニュースプラス1を放送する。2006年4月より夕方から朝に枠移動してラジカルに解題された。2009年3月30日から2010年3月26日まで放送された思いっきりドン思いっきりドン第一部思いっきりポン。2010年3月29日から2018年9月27日まで。 放送された、ポン、の直接的ルーツにあたる番組である。2003年より、日本テレビでは、夕方の時間に報道番組とは別に、16時台の再放送枠に生放送のワイド番組、潮止めスタイル、を編成。しかし、全国の民放各局で放送されている夕方、ワイド番組とは違い、人気タレント主導による、バラエティ色の強い情報番組であった。 ラジカル。では、ラジオ番組のように視聴者とより密着した番組をコンセプトとしており、生の雰囲気の強調するため、日本テレビ、塩止め社屋1階にあるガラス張りのスタジオ、ゼロスタジオから、放送、ニュース、芸能を、また、新聞記事や週刊誌の紹介なども行い、生放送色を強めていた。加えて、曜日ごとに生中継のコーナーを設け、 それ以外にもテレビ電話やお天気カメラなど大型の中継車を必要としない形での中継も随時折り込んでいた。演出面でも生のラジオ番組同様に BGM を頻繁に切り替えるなどを行ったが場の雰囲気にふさわしくない BGM を流すこともあった。これまでの時間帯の内容とは異質なトークやコーナーがあるなどバラエティ色の強さは残っており同時に 新聞のテレビ番組欄もかなり刺激的な単語が多く記されていた。加えて中継等でも携帯テレビ電話を使用するため回線が切れることなどもありハプニングも多かった。番組は2006年3月30日で終了し16時台は4月からは再放送枠となった。また NNN ニュースプラス1は放送時間を拡大し番組名も NNN ニュース、リアルタイムに開題となっている。そして、関東地区で苦戦していた読売テレビ制作の、なるとも、の、後枠に移転する形で、同年4月3日、ラジカルの開始に至った。また、この改編を機に、多くの曜日レギュラーが降板する一方、各州司会だった岡田が月曜日レギュラーに、曜日別のレギュラーが、 全日のコーナーを任されたりと、出演者にとっては明暗を分ける改変となった。中山秀幸は月曜日のみ17時頃に早退また、中山のスケジュールの都合により、各週木曜日も欠席。岡田は中山が欠席、早退する際、指名代だとして、MC を担当する。この番組では、レギュラーであっても他の仕事がある場合などにはそちらを、 優先し欠席するというスタンスをとっている。そのため、前述の中山の他に、オーストラリアロケのためにラジカル後の斉藤が長期間欠席したことがあった。太字で記したコーナーは、ラジカルに引き継がれたもの。ありがとうございます。